はい、こんにちは、シャスカです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は、無限とはというテーマのお話を聞いていただきたいと思います。でまず最初になぜ無限という概念を、ねえー、深く理解することが大事なのかっていうその理由から、えー、お話を聞いていただきたいと思うんですけど、人がもし行動をする、しないっていう、まあ、行動の基準になっているのが、まあ、恐怖という感情なんですよね。 まあ、もし恐怖という感情がなければ、まあ、人は行動するわけです。しかし恐怖という感情があると、まあ、人は行動を思いとどまってしまうということですよね。まあ、恐怖が湧き上がって行動をしないということになるわけです。じゃあその恐怖って何に対して恐怖という感情が湧き上がってくるかっていうとそれが今回の有限なのか無限なのかということにかかってくるんですね。 もし何か自分にね恐怖を感じさせるものがあるとするならば自分はそのものは有限であるというふうに感じているわけです、ね。有限だと思っているから恐怖があるわけですね。もし無限だと思っているものに対しては恐怖っていう感じは湧き上がってこないわけですね。なのでまずその恐怖っていうのから確認したいと思うんですけど恐怖っていうのは自分が必要としているものが手に入らないと思った時または 今手にしている必要なものを失ってしまうと感じた時に、湧き上がってくる感情ということですね。自分が必要としているものが手に入らないと思った時、または今手にしている必要なものを失ってしまうと感じた時に、湧き上がってくる感情です。で、そうした時に自分が必要としているものが手に入らないってなぜ思うかっていうと、え、それが有限だって思ってるからですよね。 数に限りがあって誰かが取ったら自分の取り分がないと思ってるから自分が必要としているものが手に入らないっていう恐怖が湧き上がってくるわけですよね。もしくは今実際手にしている必要なものなんだけどね、えー、自分がその手にしている必要なものが有限だったら一度失ってしまったらもう二度とね手,手にすることができないと思うとまあ、手放すことに対して恐怖という感情が湧き上がってくるわけですね。 だから恐怖っていう感情はこの有限っていうものと結びついています。数に限りがあるというものがあると、結局そのものに対して恐怖という感情が湧き上がってくるということですよね。無限に対しては、ね、恐怖は湧き上がってこないわけです。まあ、例えば空気に対して恐怖を感じる人っていうのはいないですよね。自分が必要としている空気が手に入らないと思うっていうことはないですよね。 自分が必要ととしててるるる空気が手に入ると思っているわけですまたは今手にしている必要な空気を失ってしまうと感じた時に湧き上がってくるといった時にいや空気はね例えば体から吐き出してもまた吸えると思っているから恐怖っていう感情は湧き上がってこないわけですね。 だから空気は無限だっていう認識を持ってるから、ね、空気っていうのはすごく必要なんだけど恐怖っていう感情が湧き上がってこないわけですねあくまでも恐怖っていう感情は有限ですね数が限りがあるというものに対して湧き上がってくるものなんだとそしてその人は恐怖,恐怖っていう感情が湧き上がってくると行動することができないということになるということですねだから今回は無限というものに対しての理解を深めていきたいということです はい、えー、ということで、まあ、無限ということなんですけど、ね、無限というのはですね、まあ、数学的もしくは、ね、哲学的には大きく二種類に分けるんですね無限というのは、まあ、数学的もしくは、ね、哲学的には二種類に分けます一つは、ね、文字通りの無限です つまり限りないものがすでに実在している。もうね、無限がすでに実在しているということですね。もう実際に無限ということです。それが一番ということですね。これはですね、物理空間にはないんですね。地球とかねこの 手,手とか足で実際に触ることができる物理地球には、ね、この1番の文字通りの無限というものはありません。ねなえー、空例えば空さっき、ね、空気っていう例を出したんですけど空気っていうのは2番になるんですね。2番の無限っていうのは何かっていうと可能性としての無限ということです。可能性としての無限。 つまり実際には無限ではないんだけれど再生産され続けているので実質無限だと解釈し得るということですねだから、ね、あの地球に実際に存在している無限っていうのはこの2番の方の無限というのは存在しているわけですね例えば空気っていうのは74億人の、ね、人類がまあ、ね、一斉にこう吸えば、ね、その空気を吸えばほんのその一瞬空気を吸った一瞬は間違いなく地球の中の空気っていうのは、ね、減りますよね 減るわけですよだから無限じゃないんですねだけど無限じゃないんだけどほぼ無限だっていうふうに感じられるのはなぜかっていうと空気っていうのは常に生産され続けてる。 再生産され続けてるんですねだから植物によって、ね、植物の光合成っていう働きによって常に酸素っていうのは再生産され続けてるわけですよだから何回何回こうね人類74億人が空気を吸ったとしても常に常に空気っていうのは再生産され続けてるのでだから実質無限ということですよね吸えば減るっていう意味では一番の文字通りの無限ではないんですけどしかしつ減っても減っても常に再生産され続けるので だからまあ無限だっていうふうに解釈しうるということですよね。 でここで大事なことっていうのは再生産されるかどうかってことなんです。ね、量が多いか少ないかじゃないんですね。量が多いか少ないか。一番の、ね、無限っていうのはもう量が、ね、多いということですよね。一番の無限っていうのはもう文字通り、ね、もう限りがないわけですからもう,、ね、もう量がもう莫大に大きいというのが一番ですね。二番の無限っていうのは量が多いか少ないかじゃなくて常に再生産され続けて減らない。 ということなんですね仮に量が少なかったとしても、ね、再生産され続けているので減らないということであれば2番の意味で「無限」っていうふうに解釈していいということですよね。 そういう意味ではね物理的な地球において無限っていうものはないわけですけどしかし空気のように常に常に再生産され続けているので実質減らないということで、まあ、無限っていうふうに解釈することができるものはかなりあると、ねまあ、ほとんどのものは実質無限ということですよね。 まあその無限のね、2番の意味での無限っていうのの一つの例として、今空気っていうのを最初に聞いていただいたんですけど、まあ、今回はあと2つぐらいで例を挙げたいと思います、ね。1番目の例っていうのは空気ですね。空気っていうのは常に再生産され続けるので、まあ、減らない。だから実質無限だって解釈していいということですよね。で2番目の、ね、無限っていうのはね、エネルギー。 ですね、資,源資源エネルギーですね。例えばその電気の源とか、まあ、そういったものですよね。でこれは、ね、有限ですか無限ですかというふうに考えてみるということですよね。有限なのかそれとも無限なのかということですよね。でもし有限だっていうことであれば、ね、資源に対して、ね、恐怖っていう感情が湧き上がってきます、ね。要するに自分たちに必要な資源っていうのが数が限りがあるから、ね、その数が限りがある資源を守らないといけないと。 ねいうことで、まあ、恐怖っていう感情が湧き上がってきたりもしくはその国と国の戦争の原因になったりするわけですよねもし無限だっていうんだったらね恐怖は湧き上がってこないわけですよ無限にあるっていうんだったら空気と同じですよね他の人がどれだけ空気を吸ったとしても自分の空気の取り分は減らないというふうに考えればねどれだけでも相手がね,ねその 空気を吸ってもいい、まあ、つまり相手がねだから一つのものを有限だって解釈するのか無限だって解釈するのかで全然ねその後湧き上がってくる感情とかその後取る行動が変わってくるということですよね。でそうした時に資源エネルギー、まあ、例えば石炭とかね石炭をかえ、ね、燃やして火力発電で電気を作るって言った時に例えば石炭というものはじゃあね,ね有限ですか 無限ですかというふうに聞いた時に一番の文字通りの無限っていうのを考えると明らかに石炭は一番の無限ではないんですよ。ね、有限ですよね。まあ、石炭っていうのは明らかに限数に数限りりがありますよねだから一番の文字通りの無限、ね、限りがないというものには当てはまらないわけです。ね、一番の、ね、文字通りの無限か有限かっていうことを考えるのと石炭っていうのは明らかに有限なんですね。 しかし、資源エネルギーとして考えた場合は、2番の可能性としての無限っていうふうに解釈することができるということです。つまり、実際には無限ではないんだけど、再生産され続けているので、実質無限だと解釈し得るということですね。どういうことかっていうと、例えば石炭っていうのを一番最初にまあね使い始めたと。えっと、ところが石炭は有限なので、使い切ってしまいそうだと。石炭が枯渇してしまいそうだってなった場合は、次のね、代わりのエネルギー、 の資源っていうのを見つけるわけですね。人類っていうのはね。それが例えば石油だったりするわけです。ね、最初は石炭っていうのから、ね、火力発電で、ね、電気っていうのを作ってたわけですけど、なんか石炭っていうのは数に限りがありますと。ね、だから今度は石油の,かあ石炭の代わりに石油というのを見つけますということですよね。じゃあ石油は有限ですか無限ですかって言ったらやっぱり有限なわけですよ。 ね、その物理的な地球に一番の意味での文字通りの無限っていうのはないのでだから石油もやっぱりね一番の、ね、有限無限で言ったらまあ有限なんですよね。 ところが大丈夫ということです。なんでかって言ったら、じゃあ石油を、ね、使い切ってしまうということになると、じゃあ今度は原子力というね、新しい科学技術の力によって、ね、電気っていうのを作り出すということを、まあ、人類は、ね、今度は発見するわけですよね。原子力発電っていうのは可能ですということですよね。で仮にその原子力っていうのはまあ危険だからもうね、人類として使わない方向にしていきましょうというふうにしたとしても、また変わりを見つけるわけです。 ね、代わりの、ね、再生可能エネルギーというふうに呼ばれているものですよね。再生可能エネルギー、まあ、具体的には太陽光とか太陽熱とか、ね、風力とかね。 もしくはその地熱とか、ね、もしくは温度の差を利用して、ね、行うとかもしくは波力ですよねその海の波ですよね,ねあのその海の波の力を使って電力を発電するとかもしくはバイオマスって呼ばれているまあ生物科学的な発電方法とかそういった、ね、再生可能エネルギー要するにまさに再生産することが可能なエネルギー源っていうのをまあ見つけていくわけですだから石炭っていう一つのものとか石油っていう一つのもの もうねえー、見ててみると有、ねえー、有限限限ででですすすかか無って言っ言たら有限なわけですけどしかし資源エネルギーっていうふうに考えるともうほぼ無限と言っていいわけですね。な、え、ん、ー、でかって言ったら一つのものが、ね、枯渇していったら次々に人類っていうのは見つけていくからということですよね。石炭の次に石油、石油の次に原子力、原子力の代わりに、ね、太陽光とか太陽熱とか、ね、風力とか波力とか、まあ、っていうふうに見つけていくわけですよね。だから再生産で でできるんですよ、ね、まさに再生可能エネルギーを活用するってことができるわけですよねだから、まあ、空気と結局同じっていうふうに解釈することができるつまり有限で、ね、使えば減るんだけどしかし減った以上のものを作ることができるので、ね、実質、ね、他の人がエネルギーを使ったからといって自分,も自分はエネルギーを使えないっていことがない、まあ、つまり空気と同じように、まあ、無限というふうに解釈することが可能であるということですね、まあ、1番目の例は空気 2番目の例は資源エネルギーですで最後の3番目の例としてお金というのを考えてみたいと思います。お金ですね。お金は有限ですかそれとも無限ですかということですよね。お金っていうのは有限ですか無限ですかということですよね。 でもし,もし、ね、お金は有限だと言うんだったら、お金に対して恐怖っていうのがなんでかっていうと、恐怖っていうのは、自分が必要としているものが手に入らないと思ったとき、または今、手にしている必要なものを失ってしまうと感じたときに、湧き上がってくる感情だから、自分が必要としているお金が手に入らないと。 いうふうに思ったら恐怖という感情が湧き上がってくるわけです。または今手にしている必要なお金を失ってしまうと感じたら恐怖という感情が湧き上がってくるわけですよね。お金は有限ですと。お金の数は限りがありますと。だから自分が必要としているお金は手に入らないかもしれないと思ったら恐怖という感情が湧き上がってくる。 または今手にしているお金っていうのを一回使ってしまったらもうね、えー、失ってしまうと、ね、もう二度と取り戻すことができないというふうに感じたら、まあ、恐怖っていう感じががき上がってくるわけですよねでそういう意味でじゃあ、ねえー、結局お金から自由になれるかどうかっていうのは結局ねこのね、えー、お金に対して恐怖っていう感情を感じるかどうかっていうことにかかってるしもっと言うと、ね、お金っていうのは有限なのか無限なのかっていう解釈にかかってるんですね。 でそうしたときにお金っていうのは有限ですかそれとも無限ですかって言ったときにお金はやっぱり空気とか資源エネルギーと同じで一番の意味での無限ではないんですよ、ね。お金っていうのは一番の意味での文字通りの無限ではない。 ね、えつまり限りないものがすでにその実在しているというわけではないということですよね,ねえ。誰の預金通帳を見たとしても、無限というふうには印刷されてないわけですよ。ね、自分の預金通帳には無限というふうに書いてありますと。ね、インフィニティと書いてありますと。と、ね、いうふうな人は誰一人いないわけですよね。たとえ国の予算、国家予算だったとしても、やっぱりちゃんとした数字で。 書かれてるわけですよ無限とかインフィニティというふうには書いてないんですね。という意味ではやっぱりね、一番の意味で言えば文字通りの無限というふうには言えないわけですよね。で一番の意味で言うならば有限ということになります。必ずなんかね、数字でね、実際に数を数えることができる数字でね、書かれているということですね。 でそれに対して、じゃあ2番としてはどうですかと、ね。可能性としての無限。つまり実際には無限でないんだけど、再生産され続けるので実質無限だと解釈しうるという、この空気とか資源エネルギーと同じ解釈ができますか、できませんかって言ったらこれできるんですね。できるんですよ。ね、なんでかって言ったら、お金っていうのは、まあ、簡単に言えば中央銀行が印刷するだけですよねで。印刷するという再生産をすることができるので、実質無限だって解釈することができるわけです。 お金っていうのはもともと価値の交換 価値の交換の道具として使われているわけですよね。価値の交換の道具として使われているわけです。ね、例えば、肉と魚を直接交換するんじゃなくて、肉を、ねえー、お金に交換してで、お金を魚に交換するというその価値の交換の道具として使われているわけですよね。ということはどういうことかっていうと、社会の中で提供される価値が増えると、ねえー、当然中央銀行は印刷を増やさないといけないわけです。お金の印刷を増やすということになりますね。 ね、例えば魚が1匹とかっていうんだったらお金は少しでよかったわけですよ。でもお金、ね、魚が例えば100匹とか、ね、1,000匹とか1万匹とかって。社会の中で生産される 例えば、魚らの魚っていうのが増えると、そのね、じゃあ1匹分の魚を交換するっていうのと、ね、100匹分と1000匹分と1万匹分っていうふうに、ね、社会の中で交換されるべき価値っていうのが増えていったら、その交換の道具であるお金っていうのも、ね、増やし続ける必要がありますよねで。そうじゃないと交換の道具に使えないわけです。ねえー 魚は1匹から100匹に100倍になったのにお金の量は今までと同じですっていうんだったら明らかに交換の道具として機能しないんですよねだから社会に提供される価値が増えると当然中央銀行っていうのはお金を印刷するつまり再生産を行うということなんですねでそうすると結局お金っていうのは歴史的に見た時に増え続けてるわけですよ、ね、ひたすらねなんでですか地球の中で提供される価値が増え続けてるからですよね 地球の中で提供される価値っていうのが増え続けているのでその増え続けてる価値に見合うようにお金っていうのは印刷され続けているわけですだから2番としてね実際には無限ではないんだけど再生産され続けているので実質無限だと解釈しうるということですよねつまりね空気とか資源エネルギーと同じですと使えば確かに減るんだけどしかし再生産され続けるので誰かが、ね、空気を吸ったから自分の空気の取り分が、ね ないとかね誰かが資源エネルギーを使ったから自分は資源エネルギーを使えないってことではないということなんですよね。誰かがお金を使ったからだから自分のお金の取り分がなくなってしまうというものではないということなんです、ね。お金っていうのは空気とか資源エネルギーと同じで、ね、再生産され続けるむしろ歴史的に見れば増え続けてるわけです。お金あの世界の中に存在しているお金の絶対量っていうのはもう毎年毎年増え続けてるわけですよね。地球の中 でで提供されてていいるる価値が増え続けているからですよねだからお金っていうのは無限なんですよ。ね、少なくても1番のえ、ね、無限っていうふうには解釈できないかもしれませんけど、ね、空気とか資源エネルギーと同じような2番としての無限っていうふうには解釈し得るということなんですね。でその、ね、感覚っていうのが本当に体感覚腑に落ちると結局その人は本当の意味で,でその人がねどれぐらいお金を持ってるかっていうその預金残高の量は関係なくもしお金っていうのは本当に 無限なんだと誰かが使って減ったとしてもずっと地球上のお金っていうのは増え続けてるんだとだからお金を誰かが使っても自分の別に取り分が減るわけじゃないというそのね無限っていう空気とか資源エネルギーと同じような感覚が持てるようになると本当の意味でお金から自由に生きられるんですねつまりお金にまつわる恐怖っていう感情が湧き上がってこなくなるということですだったらもうねやりたいことは何でもやれるということなんですよ人をね行動から止めているものがあるというならばそれ もうう間違いいなく恐怖っていう感情でもし自分はやろうと思ってるんだけど実際はやれないっていうんだったら何らかの恐怖っていうのがあるわけですよ恐怖があるからやらないわけでもし恐怖がないんだったらやるんですねでそうした時に、ね、えじゃあお金に関して恐怖っていう感情が何で湧き上がってくるんですかって言ったらお金っていうのは有限だって思ってるからなんですよね数に限りがあって、ね、え自分がなんか一生懸命ね頑張ったり気合入れたり根性しない出さないと自分のねえ必要としてるお金っていうのが得ることができないんだっていう恐怖があると結局 行動ができないということができるあ,あるわけですね。決断できない、行動できないということが起きるわけです。でしかし、お金というのは無限なんだと、ね。誰かが使って一時的に減ったとしても、全世界のお金というのは増え続けていると、ね。全世界に提供される価値が増え続けているならば、それに見合うだけのお金というのが印刷され続けるので。だから、基本的にはお金というのは空気と一緒なんだと。ね、え減ったとしても、ね、再生産されるので、実際自分の取り分というのは減らないんだということですよね。だったら、もうやること 自分も社会に価値を提供して誰かの役に立つ誰かに喜んでもらうとか誰かに幸せになってもらうとかね、えー、っていうことをすればそれをすればするだけ自分はその価値の交換としての道具っていうのはどん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 受け取ることができるようになるのは当たり前なんですよね。 だから結局もしそのねお金っていうものが無限なんだとお金っていうのは空気と同じようなもの資源エネルギーと同じようなものでまあ無限なんだっていう感覚が持てるようになるともうその人はお金に対してお金に関する恐怖っていう感情が湧き上がってこない本当の意味でのお金からの自由というのが実現するんですねそうするともう結局その人には恐怖っていうものがないですからだからその人はやりたいことが何でもやれるとまあ自由自在の境地で生きることができるようになるというお話です はい。今回の動画でですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材プレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい。最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。